みんなバイバイ。また来週ね。また一緒にレッスンしよう。え、一緒に帰ろうって？ごめん、チャイちゃんと一緒に帰るからさ、みんな先に帰ってておくれよ。カリンちゃん本当にごめん、待たしちゃって。もう少しだと思うから。大丈夫チャイちゃん、仕方ないよ。おー、もう最悪。今日ね、チャイね、トランポリンのレッスンだったの。そしたらね、ちょっとみんな見て、ハマっちゃったの。すごい深くまで刺さっちゃったみたいなの。どう？みんな見て、すごく深くまでぶっ刺さってるでしょ。トランポリンで運動しようと思って1回目の着地でこれ、ブスーだって。ぶっ刺さったの。もう恥ずかしいったらありゃしないわ。今日は団体のレッスンだったから、みんなチャイを避けながらレッスンしてくれたの。みんなが着地して飛び上がる瞬間にね、チャイも浮いて一瞬手が抜けそうになるの。でもね、抜けないの。チャイの手がね、ソファーの間にスーパーミラクルフィットしてるみたいなの。早くグラシアン来ないかしら。お、チャイちゃん来た。あ、違った、佐川急便だった。チャイの腕はソファーの間に挟まる。自分から挟まりに行ったのかなと思ってよ。みんな気をつけて、ソファーで遊ぶときは本当気をつけて、チャイみたいになっちゃうから。